にちは、モアブヒメブリです。今回は滋賀県農業公園ブルーメの丘で行われたフレブルフェスに行くため滋賀県に向かっています。関門町を渡っていますが、この日は5月5日、車も多いです。しかも雨が降っています。明日のフレブルフェスが開催されるか心配です。山口ジャンクション、中国道と分岐します。下松サービスエリアに入ります。およそ24キロ先、山陽自動車道20キロの渋滞があります。通過に45分ほどかかります。渋滞を見越してサービスエリアに入る車が多いようです。三元豚カツカレー、ネギラーメン。アモは眠いんです。岩国インターのところで事故がありました。広島県に入りましたが渋滞が始まりました。小谷サービスエリアに入ります。倉敷ジャンクション、瀬戸中央道と分岐します。白鳥パーキングエリアに入ります。サイレンを鳴らし赤色灯をつけてパトカーが抜いていきました。2時過ぎの宝塚北サービスエリア。5時30分の宝塚北サービスエリア。いつの間にか名神の黒丸パーキングエリアに着いていました。飼い主は寝ていて気づいていません。ドッグランがあったんですね。休日割引がありません。ただ深夜割引があります。利用料金は9010円です。およそガソリンを給油します。右方向です。まもなく磯野を
農業公園ブルーメの丘の駐車場に到着しました。ママさん、ここはどこですか？7時40分頃の駐車場です。ブレブルフェスに行ってきます。駐車場に向かう途中から雨が降り出しました。ガソリンを給油します。レシートをお取りください。この先料金所です。京都府に入りました。新名神堂を通ります。上り線は渋滞しています。三木サービスエリアに入ります。
ービスエリアにはドッグランがありますが、アモは寝ているのでここで夕食にします。またナビが行かれています。自宅まで160キロはありえません。エンジンを切ったりしましたがナビは回復しません。長距離移動をすると何回もこの症状が出ます。5月7日午前0時になりました。広島インター、ここまで来ると帰ってきたと思うようになりました。北九州まで170キロ、山口県に入りました。飼い主は限界に来たので鯖川サービスエリアで仮眠します。アモが起きました。お家に着いたんですか？山口ジャンクション、中国道と分岐します。この先しばらく道なりです。中国道で一番危険な区間は伊佐パーキングエリアからの下りカーブです。までの走行距離は約5200キロ。アモちゃんも頑張りました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。